皆さんこんにちは、ハレルヤ看板娘のケイチンです。はい、こんにちは、ハレルヤのトロピ大塚です。はい、今回ケイチンレビューということなのですが、うん、はい、またサプライズとまた別のカードのレビューに挑戦していきたいと思います。はい、はい、これチャレンジャーデッキ2019ということで、うん、まあ、カードのレビューっていうね、こう一人で見ていろいろ喋ってもわかんないということで、まあ、対戦を交えて、そう、トロピ大塚さんを呼ばせていただきました。はい、はい、というわけで1個ずつじゃあなんか特徴とかを伝えながら、まあ、うん、後で対戦とかして うん、いけたらなと思います。はい、でチャレンジャーデッキ2019は4種類、ね、はい、4種類、はい、色が白、赤と、黒緑と青赤っていう4種類ですね。はい、はい、まあ、これね、チャレンジャーデッキのいいところはやっぱり、うん、まあ、かなり構築っていうか、もう今日大会でも使えるようなぐらい、そうですね、普段ガチデッキですぐ揃ってるという感じになってます、はい、なってます、はい、それぞれのデッキの特徴を簡単に説明していきますね、はい、まずじゃあ白玉、はい、白玉は、ね、まあ、結構基本的にはクリーチャー戦のが分かりやすいとか、うん、クリーチャーデッキになって、まあ、マジックの基本ムーブを体感するにとっても分かりやすいという、まあ、本当にクリーチャー主体で戦っていくようなデッキになってますけど、はい、もうパワーを上げて物理殴るみたいな、もうそう、どんどんクリーチャー並べて強化して殴っていこうっていうようなデッキです。はい、という感じのかなりアグロな、もう攻撃だけ頑張りたいみたいな感じの人が白玉のデッキになってます。はい、はい、でまたちょっと似てて同じようなね、アグレッシブなデッキなんですけど、うん、赤タン、こちらもクリーチャーがたくさん出てきてどん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 殴っていくデッキなんですけれども、それとは別に火力とかも入ってて、うん、もう顔に直接3点とかねそういうのも入ってて、まあ、ちょっと白タンとはまた違った、うん、でもどん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 アグロで攻めていくっていうのが楽しめるデッキになってます。まあ、こっちはクリーチャーだけだけども、こっちはクリーチャープラス呪文で相手のライフを削るみたいなのが赤タンみたいな感じですね。はい、じゃあ続いて、はい、ブルガリのこのデッキは他のデッキにはないプレインズウォーカーが入ってます。秘宝探求者ブラスカ、そう、秘宝探求者ブラスカが入ってて、プレインズウォーカー使ってみたいなって人とかがこう、うん、じゃあこのチャレンジャーデッキでね試してみようっていうのもいいと思うし、あとはシナジーがすごくあって、まあ、探検っていうね出た時にデッキの一番上を見て土地ならハンドに加えて、土地じゃなかったカードは墓地に置くか、そのまま上に置いてカウンター乗せるかみたいなのがあったりするんだけど、その墓地に墓地回収っていうあのカードも入ってて、だから墓地にあえて置いて土地を持ってくるとか、まあ、あえて後で回収するとか、そう後で回収するとかシナジーがすごくねあって、アドバンテージ与えるような結構長期戦でも戦えるようなデッキになってるという感じで、うん、結構万能というかね、ね、ちょっとなんか試合に慣れてきたら工夫して戦うのに挑戦してみたいっていう人とかにぜひ挑戦してもらいたいデッキです。はい、はい、というわけで最後がこちら、はい、青赤イブ・ミゼットがねイラストに描かれてるんですけど、はい、イブ・ミゼット以外にもドレイクとかフェニックスとか、フェニックス、はい、飛んでますね全部ねその呪文といっぱい取れるとすごい得をするクリーチャーがいっぱい入ってて、 それで戦うような感じになって、はい、かなりテクニカルな気になってます。青赤はね、うん、青が入ってるってことでやっぱり相手の動きを妨害しつつアドバンテージ取りながらどんどん殴っていくっていう感じだと思うので、結構頭脳プレイしたい人とか、頭脳プレイしたい人、はい、相手の動きを邪魔しながら戦いたい人とか、トリッキーな戦い方したい人にはすごいおすすめのこの赤オーカっていう感じですね。はい、はい、というわけで4種類紹介していきましたが、まあね、なんとなくイメージついたかなって人もいるかもしれないけど、分かんない人もいると思うので、はい、どんどんねちょっと戦いの様子を見せていきたいなと思います。はい、対戦してみましょう。はい、はい、お願いします。はい、じゃあまずは、赤タン VS 白タンやっていこうと思います。はい、じゃあ僕が白タンで、私が赤タンです。はい、じゃあ一回していきましょう。お願いします。はい、はい、じゃあダイソーキーを入れます。はい、3 8よし、成功いただきます。はい、チェックします。ドランドで、はい、はい、じゃあメイン、はい、カジュアルに乗って中を入れるたびにプラス1カウンターを持っていきます。はい、はい、エンド前です。あー、ドランド、はい、カッサリマス、あー、そんなことない、はい、まず軍団のジェイクが見えていきますね。はい、で、はい、まず弾頭先兵、はい、はい、1です。4マナで、実験の強弱、お、出てきたなー、はい、4マナで
左側の牛で。あ、出た。しますはい。はい。あ、こちら刺激。はいはいはい。こちら。ね、セットランド。え、ちょっとすごいな。これ3枚もうアドバンテージ取ってる。もう1枚出します。お、さあ。お。お。えっと。コンバット、はい、で9点。9点。でどんだけ出すねん。モデル商人と。お。どうやって出すか。こちら。これ今。あ1。あもう1。まあ。2枚目。はい。ショック。ありがとうございました。さすがに強すぎる。強かった。じゃあ次の戦いはゴルガリミッドエンズと、はい、こちらアワカの、まあ、このフェニックス入ったフェニックスでやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、もう一回やりますね。はい、7。お、成功いただきます。はい、大強いやりますね。さあ7枚。はい、7枚チェック。こちらからショック。それだけは嫌だった。大丈夫かな。あら。あ、やった。どうも、探検。はい、探検。また探検。はい、方針。じゃあ、エンドに急進走、ワンドラッシュです。はい。まあ、コンバット。はい。コンバ4点。はい、15。今まで、弾けるドレイク。はい。若か。セットランド。はい。4マナ。あー、近かった。一番欲しいところだったら、つぶやき神父が。はい、セットランド。はい、1、2、3、4、5、6。え、まさかの。マジかー。なんとし。はい、マイナス。はい、マイナス。なるほど。コロさん、ね、つなぎます。はい、ディスカード。ディスカード。うん。ちょっと重いカードつけて。あ、7枚。はい、キープします。はい、こちらもキープします。はい、します。はい、わー強い。これが殴らずにフォロー作成。はい、はい、殴らずで消せます。うわー持ってたー。一物で選択。完璧、完璧ドロー、完璧ドロー。うわー来ちゃうやつ。はい、はい、はい、じゃあこのターン3枚いい時間が総裁唱えたんで帰ってきてセンターです。5点。あはい、テッド。はい、じゃあ5点でアタックします。ダメージ解決前。あ、よし、クエスト欲しい。はい、シュゲルドレイク。うわー出た。出た時にワンドロー。セットランド。お、チパカだ。2体目だ。うわー2体目。はい、はい、出ました。あら、チパ。お、もう1体出てきた。うわ、うわはい、13。ダイヤミン、惜しい。ケイト。はい、ドラゴン。はい、ドラゴン。はい、エイトです。で、コンバプレイヤー。はい、はい、嬉しいです。2マナで弾けるドレイク。はい、2マナで、はい、この作成で、じゃあ戦闘入ります。はい、アタックします。5点。負けたー。いや、強すぎ、怖か。強い。はい、というわけで全部で3試合させていただきました。はい、どうでしたかね。いや、結構ね、いや、思ったより赤ちゃんと、うん、このね、グロガリが強くて強かったわ。めちゃくちゃやられた、ね、本当に。いや、でもやっぱりなんか、うん、チャレンジャーデッキってことでそのスターンとかでね、よくあるカードが使われてるからすごいテンポもよくね、うん、戦えてとても楽しかったですね。回しやすいデッキと、あと使ってて楽しいデッキの2つ2つであって、うん、なんかバランスがいいなって自分の速度で選ぶこともね、できるからいいですね。あとなんか誰かに教えるときに、うん、教える方はこっちの難しい方を使って、うんうんうん、教えたい人にはこの簡単な方から始めさせるみたいな感じでやってみるの結構いいかなと。ありありあり。メイン戦しかねやらなかったんですけれども、うん、中にはサイドボードのカードも入っているので、はい、先に2本取った方の勝ちっていう本来の試合のスタイルもね、はい、できるっていう。こんな感じで。そう、入ってます。はい、僕が使った青赤なんですけど、うん、まあ、こんな感じでサイドボードも15枚入ってるという感じです。ちゃんとサイドもあるからね、豪華ですね。まあ、これから競技を始めたい人にも結構、うん、はい、まあ、始めやすいセットなのかなと思います、ね。はい、はい、周りの人にマジックをおすすめするのに、使いたいデッキ度星5です。イエーイ。というわ
けでケイチンでした。トロピーお疲れでした。バイバイ。バイバイ。